そこが住宅取得資金贈与の落とし穴なんですね。こんにちは、永井です。今回は住宅取得資金贈与〇〇に注意、そういったテーマでお伝えしていきたいと思います。子供や孫に住宅を購入するためのお金をあげた場合、本来かかってしまう贈与税が非課税となる特例があるんですね。うまく利用すれば子や孫にとってとても助かる制度ではあり、非常に人気の制度ではあるんですけども、要件がいろいろとあってうっかり適用できなかった、またはかえって税金が多くかかってしまった、そういうことも非常に多い制度なんですね。そこで今回は住宅取得資金贈与の非課税特例を受けるために、事前に確認していただきたいことを分かりやすく解説したいと思います。この動画を最後まで見ると、住宅取得資金贈与の非課税制度を受ける予定がうっかり受けられなくなった、多くの税金を払う羽目になってしまった、そういったことをあらかじめ防ぐことができます。ぜひ最後までご覧ください。なお、この税理士永井チャンネルでは、税金に苦手意識を持っていたり、税金の知識を深めたい、または節税を行いたいと思っているあなたに役立つ情報を配信しています。また税金や給付金に関する最新情報も逐一配信しておりますので、どこのチャンネルかわからなくなる前に、ぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。まず、住宅取得資金贈与の非課税の特例、どういった制度なのということですね。概要をお話ししたいんですけども、基本的には親子間であれ贈与があった場合には贈与税がかかるんですね。そしてこの贈与税、結構重い税金なんですね。税率が非常に高いということなんですね。ただし、父母や祖父母、父、母、おじいちゃん、おばあちゃんからですね、そういった直系存続から住宅を取得するためのお金の贈与を受けた場合、一定額までは贈与税がかからないと、そういった制度なんですね。ちなみに、増改築のための資金でも、この非課税制度、適用を受けることができるということになっております。そして、非課税枠というのが、省エネ等住宅の場合は1000万円まで、それ以外の場合でも500万円まで認められますよということですね。つまり、例えば親から子に住宅を取得するための資金、例えばその住宅が省エネ等住宅だったら、1000万円までの贈与については税金かかりませんよということになってるんですね。ちなみに、後ほど述べますけども、歴年課税の1年間で110万円の贈与税の非課税枠、それも併用することができるということですね。よって、併用した場合には1110万円まで非課税枠を設けることができるということになってるんですね。ちなみに、省エネ等住宅なんですけども、一定の基準を満たす省エネ住宅、それから耐震住宅、それからバリアフリーが施されている住宅ということになっております。そういった住宅についてはより優遇されているということなんですね。非常にポピュラーな制度ではあるんですけども、要件が結構いろいろあるんですね。主な要件挙げてみました。まず、先ほど述べた通り、直系存続からの贈与であることが基本ということになっております。つまり具体的には、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんからの贈与ということですね。そして、幼い子供はダメですよということで、受贈者、もらう側ですね、子供だったり孫だったりということになるかと思うんですけども、18歳以上であるということが要件であるということですね。ちなみに、令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上ということになってるんですね。これは令和4年の4月1日から成年の年齢が引き下げられたということに対応してるんですね。意外と知られていないんですけども、今年の4月1日から成年の年齢が18歳以上と、従来の20歳以上という基準から引き下げられたんですね。で、それに対応して、この住宅取得資金贈与の特例も適用年齢が引き下げられたということになっております。そして、もらう側の子供孫、所得が高かったらダメですよということですね。合計所得金額が2000万円以下であるということになっております。ただし、床面積が40平米以上50平米未満の場合は、合計所得金額1000万円以下であることが求められますよということになっております。そして、住宅の取得が配偶者ですとか親族、そういった近親者間の売買ではないですよと、そういったことも要件となっております。そして、住宅を取得してずっと住んでないと、そういった状態ではダメですよということですね。原則として、贈与を受けた年の翌年の3月15日まで、確定申告期限までですね、ここまでに居住していると、入居しているということが必要だということですね。ただし、これは絶対ではなくて、
3月16日以降、遅滞なく確実に入居する予定の場合は OK ということですね。まあ、ただその場合でも翌年の年末まで、12月31日までに入居していない場合は、この特例適用を受けることができないということになっているので要注意ですね。まあ、このように見てみると、結構要件満たす人多そうですよね。で、年齢の加減も18歳からとなっていて、一見この制度、子や孫が若い世代であること、こういったイメージを持っている方多いかと思うんですけども、極端な話、80歳の親から60歳への子への贈与、それにも適用されるということですね。まあ、非常に便利ですよね。ところが、親、子、ともに高齢の場合は気をつけなければならない点があるということですね。こちら後ほど詳しく解説します。まあ、さらに、その取得する家屋の要件、これも定められていると。いうことですね。まあ、ほどほどの広さでなければならないですよと、40平米以上、240平米以下の家屋であると、住宅であるということですね。そして家屋の床面積の2分の1以上が居住用であるということですね。場合によっては自宅兼事務所、自宅兼店舗を購入するというケースもあるかと思うんですが、その場合でも2分の1以上、半分以上は住宅用でなければならないということですね。まあ、半分を超えて事業用、店舗用だとダメですよということになっております。あくまで住宅を取得するためのお金、その贈与について適用されますよということになっております。さらに、増改築の場合は、その費用、あまりにも低くてはダメですよと、100万円以上であると、そういった要件が求められております。まあ、これ以外にも若干細かい要件があるので、下に参考となるページ貼っておくので、ぜひ詳細に確かめてみていただければと思います。主な要件は以上の通りということですね。そしてこの住宅取得資金贈与の非課税の特例を受ける場合には必ず確定申告をしなければならないということになってるんですね。たとえ1000万円の贈与を受けて1000万円非課税になりましたと、税金ゼロですよといった場合も、この特例を適用する場合には確定申告をしなければならないと、ここ要注意なので気をつけていただければと思います。まあ、ちなみに歴年課税、年間で110万円までの非課税枠があるんですけども、その制度を適用して税金が発生しない場合には贈与税の申告不要ということになっております。まあ、例えば1年間で親から100万円もらいましたと、そういった場合110万円以下であるので税額は発生しない。まあ、そういった場合は確定申告は不要ということになっております。まあ、ただし今回説明している住宅取得資金贈与の特例を受ける場合には、たとえ税額がゼロでも確定申告しなければならないということになっているので要注意です。そして歴年課税110万円非課税枠の枠、それと併用できますし、相続時精算課税制度特別控除額2500万円との併用も可能ということになっております。よって、まあ、より有利に適用を行うことができるということになっております。ただし歴年課税と相続時精算課税っていうのは選択適用、どっちかしか適用できないので、その点は気をつけていただければと思います。まあ、さらに住宅ローン控除との併用も可能ということですね。贈与を受けた子供や孫がその住宅に関して住宅ローンを組んでいたということですね。まあ、そういった場合でも当然住宅ローン控除を受けることができますよということになっております。そして確定申告にあたっては戸籍謄本ですとか、まあ、新築や取得の契約書のコピー、まあ、さらには土地建物の登記簿ですね、登記事項証明書などが必要ということになっているので、そういった書類は捨てないようにしてくださいということですね。そして注意点ですね。これ必ず押さえておいてください。先ほど住宅取得資金贈与の特例を受ける場合には必ず確定申告してくださいというふうに言ったんですけども、確定申告の期限は翌年の3月15日までですね。ところがその3月15日を1日でも過ぎた場合はこの特例受けることができないということになっております。特例が受けることができないという場合には贈与税がもろにかかってきてしまうということなので要注意ですね。1日でも遅れた場合は非課税特例適用受けれませんよということになっております。まあ、さらにこの住宅取得資金贈与の特例、非常に便利で多くの方が適用しているんですけども、相続税対策を誤ってしまう可能性がある、つまり税金がかえって増えてしまう可能性があるということですね。どういうことかというと、親が従来住んでいた住宅、それを子が相続した場合ですね、まあ、親が亡くなって子供が相続した場合、その場合にいわゆる小規模宅地の特例という、その相続した不動産の相続税の評価額、それを8割切り下げることができると、まあ、つまり2割の評価にすることができると、まあ、そういった制度があるんですけども、住宅取得資金贈与の特例を受けて子供が住宅を取得した場合ですね、この小規模宅地の特例の要件満たさなくなってしまうんですね。よって
子供が住宅を持っている状態で親の家を相続してしまった場合は、小規模宅地の特例、評価額 80% 減の特例の適用を受けられず、 100% の評価額に対して相続税がかかってきてしまうと、そういったことになるんですね。よって親、子ともに高齢の場合にはこの制度をお勧めすることはできないということになっております。さらに親子ともに高齢でなかったとしても、将来の相続税対策を合わせて行うことをお勧めします。誤ってしまうとかえって税金を多く払ってしまうと、そういった事態にもなりかねないんですね。使い勝手が良い制度ではあるんですけども、そのように税金トータルで考えることが必要ですということになっております。過去動画で贈与の一般的な話ですね、安易な贈与ダメですよと、そういったお話取り上げておりますので、下に URL 貼っておくので、そちらもぜひ合わせてみていただければと思います。今回は子や孫に対する住宅取得資金贈与の特例、こちらについて解説しました。今回の内容が少しでも役に立ったなという方はとても励みとなりますので、高評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録がまだという方もぜひチャンネル登録をお願いします。またこのチャンネルで取り上げてほしいテーマなどありましたら、ぜひコメント欄にどんどん書き込んでいただければと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。